嘘のネタでスレミンの関心を引く釣り行為は多くの場合嫌われるが、2ちゃんには全スレミンに釣りでありますようにと願われた伝説のスレが存在する。釣りならばどれほど良かったことでしょう。今回はメイドカフェの従業員にガチ恋した男性の暴走を綴った長編スレを、コンパクトにまとめて解説する。メイド喫茶のメイドに500万円ほど投資してるけど質問ある？そろそろ彼女になってくれる予感。目を覚ますんだ。思い込みじゃね。てかお前じゃなくてお前の金に惚れてんだろ。いや、店での扱いが明らかに違うからね。オムライスの絵とか写真撮るときとかね。完全に俺は別格。具体的にどう違うの？他の一般人はオムライスにハートマークだけ。俺の場合は、ハート以外にも、猫とか犬とか名前も書いてくれる。これは俺だけ。あと写真撮影の時に結構話してくれるし、腕を組んだりもしてくれる。圧倒的に俺と他とでは扱いが違う。そりゃ別格だろう。500万使うやつなんてそういない。裏でお前は太客、もしくはエースって呼ばれてるぞ。さすがだなエース。お金持ちだな。仕事はなんだ？普通のしがない会社員です。金持ちじゃありません。24歳の清楚系メイドに恋をした。彼女いない歴イコール年齢の40代童貞の一致。総額500万円をつぎ込んだ太客ゆえの特別扱いを、メイドも自分に好意を寄せていると、痛い勘違いをしているようだ。500万詳細は？基本的に貯蓄額が減った分だからな。だいたい、プレゼント、300万、デート費用、100万、携帯代、60万、雑費、40万、って感じかな？とりあえず一致の年収を明かしてもらおうか。あと、残りの貯蓄額ね。年収は300万円ほど。貯蓄は50万円ぐらいかな。携帯代って、お前が払ってやってるんか？それとも通話料？俺との専用電話だな。一個も足してる。時々機種変更するのと通話代だな。そのプレゼントしてる携帯ってお前代金払ってて、お前名義だよな。自分名義の携帯ならば、通信明細の発行っていう便利なものがあってな。通話してる相手番号と時間が一覧で出せる。それ、見たことあるか？ちゃんとお前としかその電話で会話してないよな。通話明細出して、お前がほぼ彼氏なんだから、お前以外にもっと通話履歴ある番号あったら確実にその人とハメハメしてるだろ。浮気とかする女じゃねえから。そんな浮気なんてするカス女に惚れたりはしねえよ。付き合ってないのならそれを浮気と言いません。拘束してんじゃねえよカス。500万も投資してるのに拘束するなとかありえない。500万も貢いだのはお前の勝手。500万貢いだから拘束するって。そりゃ、ある程度の拘束する権利はあるわな。額が違う。額が。金品を貢ぐのは個人の自由だが、相手に相応の見返りを期待するのは筋違いだ。一致は自らの意思で500万円を貢いでおきながら、身勝手な独占欲でメイドを支配しようとしていた。どんなプレゼントを送ったんですか？家電とか衣料品とかだな。家電は何あげたの？テレビとか冷蔵庫。テレビとか冷蔵庫。10個くらい年上の人と付き合った時に色々貢いでもらったこと思い出したわ。か、それって相手のリクエストで買ってるってことだろ？それってプレゼントって言わないんだぞ。違うよ。相手の発言から相手が必要としてるものをさりげなく察するんだよ。で、いきなりドカッと渡して男の度量を見せつけるんだわ。お前、会社員になってから発給でコツコツ貯めてきた貯蓄が、いつの間にかクソメイドに貢いでもう消えそうになって、現実に気づき始めて目を覚まさせてほしいから、すれ立てたんだろ？そうなんだろ？なんつうか反応が思ってたのと違う。もっと恋愛に対するアドバイスとかさ、俺の真摯さとかを評価されると思ったんだが、嫉妬が思いのほか激しい。これがストーカーの思考か。キャバクラやホストなどの水商売の世界では、疑似恋愛で客の心をつかみ、売り上げやリピート率を上げる営業方法のことを色恋営業と呼ぶ。メイドに一致への恋愛感情はないとスレミンたちは断言するが、一致はメイドも自分に惚れている。実質恋人同士と信じて疑わない。じゃあ告白すればいいじゃん。俺の恋愛はそういうのじゃない。男から女に言い寄るなんてのは良くない。あくまでも相手の意思を尊重する。もし相手が奥手なら話は別だけどな。奥手ならって、今まで初めて会ってからどのくらいの期間経ってるんだ？ 3 ヶ月以上経ってて告白されてないなら、なんとも思われてないぞお前。5年経ってるけど、そや惚れさすのには時間がかかる。ここ半年でようやく物にしたって感じだわな。5年って増えた。5年貢いでプライベートでデートとか、ご飯とかぐらいは言ってるんだよな。俺たちは喫茶でそういうことはしてるから基本的にドライブデート。ドライブってどこ行くの？特に目的地は決めてないよ。
ブラブラっと夜景の綺麗なところを走らせて相手を家に送るって感じかな。それはドライブデートでなく、ただの送迎である。イッチにとってメイドカフェでの接客はデート、未成の送迎はドライブデートという認識のようだ。俺、中野の今は潰れたオギメイドってところのメイドと、投資金額5000円くらいでセクロスしたぞ。イッチは搾取されているとしか思えない。そういう子供の恋愛じゃないよ。つうか相手が俺に惚れてるっていう前提をまず理解してくれ。いやいやいや、お前の見ついてる方が子供の恋愛だろ。気持ちは伝えたことあるの？好きって言ったか？言わないって。そういう好きだのなんだの自分から言うのは小中学生の恋愛だよ。じゃ、どっちから言うのが正しい恋愛なんだよ。だから、さりげなく一緒になるもんだ。そこに言葉はいらないんだよ。逆だろ。お前は愛からあるからセクロスしない。とか言ってるけど、女は逆だよ。普通の女の子は愛がない奴とは絶対セクロスしないわ。どんなに金もらっても、やらない。結局一致は財布だよ。釣りならすまん。ガキの恋愛は卒業しろ。現実はエロゲじゃないぞ。大人の恋愛論を語る一致だが、その後彼女いない歴イコール年齢の童貞であることが判明。スレミンからどれほど良いかもにされていると指摘されても、これが大人の恋愛だとイッチは聞く耳を持たない。今イッチは充実した恋愛を送ってるみたいだけど、相手のメイドさんに何か不満はありますか？ここをもうちょっと、こうして欲しいなど些細なことでも。電話が少ないな。あとデートの誘いぐらいは乗ってほしい。いくら仕事重視でも俺との時間をもっと取ってほしいね。一回切れてみよっかな。デート断られるの？まあ、仕事重視だからね。誘ってもなかなかOKは出ないね。現実見えなさすぎ。お金で掴んだ愛はすぐに崩れる。その500万で自分を磨いて振り向かせようと思わなかったあたりが残念。メイドも自分に好意を抱いていると信じて疑わない一致は、メイドとの関係を進展させるべく、デートに誘う、旅行を提案すると意気込む。意気揚々とスレを去った一致だが、一週間後再びスレを立てた一致は様子が一変していた。500万投資したメイドにデートの誘いを拒否されたけど質問ある？普段はドライブデートをしてたんだが、まともなデートがしたいから誘ったんだが拒否された。旅行は一回誘ったんだが、すごい勢いで拒否された。やっぱりまずはデートだよね。お前またスレ立てたのかよ。現実見えたろ諦めろ。商売なんだよ商売。デブメンおっさんと街歩いてるのを誰にも見られたくないからなんだよ。それはないだろう。俺自体を拒否するならドライブデートに行かないし、特別扱いだってないわけだ。そもそも俺は彼女を愛してるし、彼女も絶対に俺を愛してる。誘い自体はやり方が悪かったんだろう。だからわざわざすれ立てをしてデートに誘う方法論を聞いてるわけだ。イッチはどんな風にデートに誘ったんだ？普通だよ。次の土曜にデート行こうよ。どこ行きたい？って感じだ。なんて言って断られたの？俺の仕事がまだまだ忙しいと思う。だからもう少し落ち着いてからデートしましょ？って言われた。俺のプライベートはいつも話してるから気を使ってくれたんだと思うけど、なんつうかいらん気遣いだな。俺としては普通に一緒にデートしてほしい。これまでと同様、デートの誘いをやんわりと断られてしまったイッチ。それでもなおメイドとは相思相愛と言い張るイッチに、スレミンから現実を見ろと厳しい意見が相次ぐ。女にいくらかけたとか言ってる時点でおかしい。実質恋愛経験ゼロのおっさん、もう意地張らないで現実見ろよ。相手は、ドライブだけすればセクハラもしない、高級なプレゼントもくれるかもだとしか思ってないよ。付き合う、っていう言葉がなくて付き合ってるようなものっていうには5年は長すぎるよ。5年あれば普通はセクロスは愚か結婚するレベル。現実を見たくないのはわかるけど、もういい加減にしろ。お前は貢いでる、ただのカモだ。なんだかな。それについても考えるんだろうが本当なんだろうか？俺は何回か彼女に聞いてるぜ。俺に貢がせるだけで、まるまるちゃん捨てるんじゃないでしょうね。でさ、その度に彼女は、まるまるさんのことは本当にお客さんの中で一番ですよ。捨てるわけないじゃないですか。デートだって機会があったら行きましょ。って言ってくれてるんだぞ。それでただのカモはねえだろ。そこで、はいあなたはカモですよなんて言うわけないだろ。とりあえず一番って言っておけば金落としてくれるってことだよ。そのメイドまだまだ吸い取る気満々だな。マジレスするよ。ドライブに行くのは、ギリギリのラインで繋がっておいて、引っ張り続けるため。高額なプレゼントを平気でもらうのは、イッチがあまり細かいことを言ってこないから調子に乗ってるだけ。逆に考えてよ。付き合おうとも言われない、アプローチもされない。ドライブに付き合ってれば、店にも自分にも金を落としてくれる。最高なカモじゃん。そうなんかもしれんな。でもな、俺は40超えてるんだよ。女と今まで話したこともない手も繋いだこともない。
最初で最後のチャンスかもしれないんだよ。今までスレで強がってはいたが、本当はお前らから助言がもらいたくてスレ立てたんだよ。わかるか？最後なんだ。お前らはメイドに会ったこともないかもしれんが本当に優しく接してくれるし俺を下に見ないで対等に接してくれるんだ。だからな、500万円も使ってるんだ。人生の思い出に一回で良いからデートしたいんだわ。お金で愛を買おうとする自己肯定感の低さも、色恋栄養と知りつつわずかな可能性にすがる必死さも、スレミンには痛いほど理解できた。初めて弱音を吐いた一致に共感するスレミンも多く、同情的なレスが相次いだ。261を見てなんとなく協力してみようと思った。一致は何がしたいの？デートがしたいな。一回でいいから。で、その後に告白をして拒否られたらそこで終わり。もう女とは縁のない生活をするわ。貯金が少しでもある今引き返すべき。亡くなってからじゃやり直せない。500万も使ってるんだよ。もう戻れないんだよ。無理なんだよ。そっか。でもみんなが言うように、金を使った時点で一致はかも以上に昇格無理だから。はっきり言うけど、商売の女の子はみんなそうやって、客を引き止めるんだよ。悲しいことだけど、デートしたり、それ以上を望むならそのメイドじゃ無理。絶対に。いくら積めばよいかな？ 30 万円ぐらい？でもその時点で彼女彼氏の関係にはならないよな。だからお前、相手を間違っちゃってるよ。疑似恋愛しに行くところであって、本当に恋しちゃダメだ。どうしたいの？本当に付き合いたいの？付き合いたいな。今の状況はどう見てもアッシー君に次ぐ君だからな。わかってはいるんだわ。一日デートしたいんだよ。映画とかさ遊園地とかさ。よく漫画とかアニメであるじゃん。ああいうのを死ぬまでに一度やってみたい。青春みたいな感じのデートがしたいのか。メイドとそんなデートがしたいなら、とりあえず提案してみなよ。遊園地とか行ってみたいんだって。おっさんとデートイコール無理やりセクハラしか普通は思い浮かばんからね。じゃ、デートしてもらう作戦としては、30万円をまず払って自分の気持ちを正直に話しデートに誘う。そしてデート最後にはプレゼントもあると確約する。そんな感じでいいのかな？お前ら助言をありがとう。デートできるように祈っておいてくれ。行ってくる。うまくいったとしてそれはデートと呼べるのだろうか。やばすぎだろ。誰か一致を止めろ。貢ぐことが愛情の証明という思考から抜け出せない一致。スレミンの静止も聞かず、一致は30万円と引き換えにデートを懇願するメールをメイドに送信する。突然で申し訳ないけど、明日、もし暇ならデートしてほしい。もちろん謝礼は払います。30万円。怪しいことは絶対しない。約束する。返事来た。どうしたんですか？いきなり？お仕事お忙しいんじゃないですか？よし返信送る。いやね。仕事は一段落ついたんだ。でね、真剣な話なんだけど、俺ってもう40過ぎじゃん。で、俺は女の子とデートしたことないんだ。恥ずかしいけど。だから、一度メイドちゃんと思い出作りにデートしたいんだ。もし嫌じゃなければ30万ほどプレゼントするよ。本当に変なこともしないしこれで最後にするからお願い聞いてくれないかな？デートですか。何度もお誘いしてくれましたよね。本当に嬉しかったです。でも〇〇さん。30万とかお金を出すのは良くないと思います。また機会があったらデートはいつでもできますけど、私のデートのために30万も使わないでください。またお店に来てくださいね。デートのお話はその時にしましょ、ハート。おーおー、いい子だ、ハートもあるぞい。断られてるだけじゃん。何が嬉しいの？おお、プロだ。これからも細々と搾取する気満々だ。返信これ送る。そうだね。なんかお金のことをいきなり言い出すのは変だよね。でも〇〇ちゃんとデートしたいのは本気なんだ。できたら映画とか遊園地に行きたいな。どっちがいい？それに何日にしよっか？そうですねー。私はミッキーが大好きだから東京ディズニーランドに行きたいな。でも〇〇さんは人混みとか大嫌いな人ですよね。遊園地はちょっと私たちには向いてませんね。またお店で詳しく聞かせてくださいね、ハート。うは。DDL デートが現実となるとは、嬉しい。本当に嬉しい。断られてる気がするのは気のせいなのか？やべえ、エッチの思考パターンについていけない。すごい、何がすごいってメール2通で溶けかかってた洗脳が完全に元に戻った。俺は TDL でも文句ないよ。まるまるちゃんが行きたいならそこに行こうよ。またプレゼントを持っていくね。11月3日の午前10時にお店の前で集合にしよっか？その日は何時まで行けるかな？教えてくれない？その日は雨かもしれませんよ。それに私お仕事が入るかも。
もし〇〇さんが良かったら私の都合がついたらお誘いするんで、少しだけ待っててくれませんか？もし〇〇さんとディズニーランド行けたら私はすっごい嬉しいんです。でも私お店が忙しくて、せっかく誘ってもらったのにごめんなさいね。私のこと嫌いにならずにまた仲良くしてください。いいよ、いいよ。俺こそ〇〇ちゃんの都合を考えなくてごめんよ。またお店には行くし仲良くもするからさ。またオムライス作ってね。あと11月3日が空いてそうだったら教えてください。もし晴れててスケジュールが空いてたらディズニーランドデートしようね。送った。〇〇さんってやっぱり本当に優しいね、ハート。たっぷり愛情を込めてオムライス作るから楽しみにしててくださいね。また会えるのを楽しみにしてます。いい子だな。なんかすごい報われた気がした。お前らの嫉妬はうざかったが、やっぱりお互いで思い合ってるのが確認できた。メイドからの栄養メールを真に受け、有頂天の一致。メイドの思わせぶりな態度を非難するスレミンも少なくなかったが、一定の距離感を保ちつつ客を甘い言葉で引き止めるのは客商売の基本だ。とはいえ、色濃い栄養はガチ恋客とのトラブルがつきものの諸刃の剣であることを肝に銘じなければならない。なんつうか愛情とか恋とかが肉体関係が執着じゃないことが証明されたな。要はお互いが相手を大事に思い合うってのが大事だわ。腹黒メイドやら嫉妬丸出しにレスした連中もメール見て、このメイドの優しさが理解できたっしょ？どうでもいいが耳かき事件みたいなことだけは起こすなよ。耳かき事件とは、2009年耳かき専門店の女性従業員に恋愛感情を抱いた男がストーカーと化し、女性とその家族を殺傷した殺人事件のことである。一致のメイドに対する執着心は常軌を逸しており、耳かき事件の二の舞になるのではと危険視する声が相次いだ。そして一週間後、一致の暴走はさらにエスカレートする。500万も投資したメイドに通報され警察に説教されたけど質問ある？もう怒りと悲しみでどうにかなりそう。お、この前年取れない感を語ってた人か？またお前か、金だけで関係を迫るからだろ。金だけじゃねえよ。ちゃんと心の交流があったんだよ。なかったから現状の事態になってんだろ。またお前か。また何かやらかしたのか。ストーカー扱いされて警察呼ばれたよ。マジで意味不。もうやめとけよ。次は本当に逮捕されるぞ。新しい人を見つけろ。DDL 行ったんだよな。それがな、DDL に誘おうとしたんだが、何の感ので日程が決まらなかったのよ。先週から毎日毎日会社も有給使って休んで通い詰めて、なんとか DDL の約束を取り付けようとしたんよ。で、この間の月曜日に50万、色をつけて男気を出した、直接渡してデートしようって誘ったらさ、店長がいきなり出てきてさ、メイド喫茶を出入り禁止になったんだよ。完全に末期のストーカー。客と従業員という一線を完全に超えた暴走行為に、ついに店長からレッドカードが突きつけられた。常連でふと客の一致を出禁にするほどメイドの精神は限界だったようだが、一致の歪んだ妄想は止まらない。で、金額が足りなかったかなと思って、もう50万ほど下ろしてさ、夜中までその子が出てくるのを待ったのよ。100万も払ったら誠意も伝わるかなってさ、で、夜の8時ぐらいだったかな詳しくは覚えてないけど、彼女がメイド喫茶から出てきたのよ。だから勇気を振り絞って、ここに100万あります。どうか俺と TDL に行ってくださいってデートに誘ったんだよ。そうしたらさ、彼女の機嫌が悪かったのかさ、すごい冷たい声で。もう、そういうことはやめてください。って言って店の中に引っ込もうとしたんだよ。この時点で俺はプライドを捨ててさ。だってこれを逃したら俺一生童貞じゃん。一生女の子とデートなんか行かずに最後は一人で死ぬだけじゃん。もう必死だよ。土下座してさ、その子の足首を掴んでさ、なんとか店に入らないようにしたんだよ。そうしたら彼女が大きな声で、離して、って言ってさ、反射的に手を離してしまったんだよ。そしたら彼女は店に戻ってしまってね。これはもう出てくるまで待つしかないと思って店の前で正座して待ってたんだよ。おい、大丈夫か、おっさん。思ったんだが金でデートしてどうしたかったの？付き合いたかったの？付き合いたかったの？でも結局金だからその後発展する可能性皆無じゃん、バロス。だから、体じゃないと。単に健全なデートがしたいだけだよ。だから金払ってデートして、どうしたいの？その後のことを聞いてんだよ。そんなことはどうでもいいんだよ。単に一回だけ死ぬ前に女の子とデートしたかっただけさ。ネタだよな。頼むネタと言ってくれ。耳かきもこんな感じだったのだろうか。で、しばらく正座して30分くらいかな。
待ってたらさ、彼女は出てこないでまた店長が出てきたんよ。で俺に大声で言うんだよ。お前、いい加減にしろよこら。これ以上付きまとうと警察呼ぶぞ。でこんな感じで俺を恫喝してくるんだよ。それもひどいもんで正座してる無抵抗な俺を蹴倒すし、押さえつけるしひどいもんだったよ。店長も嫉妬してるのかな？とりあえず執拗な恫喝と暴行を加えられてさ。でもそれでも俺は彼女のために耐えたよ。警察沙汰にしたら彼女に迷惑がかかる。それも店長が捕まったら店も潰れ彼女と会えなくなると思ってさ。これはひどい。お前の頭が、何が嫉妬、だ、よ。これでもまだメイドが自分に惚れてるという前提を諦めないのか。さすがの俺も店長の執拗な暴行に腹が立ってさ。言ってやったんだよ。やっかむなよ。お前が嫉妬してるだけだろ。って反論したらさ即座に。何筋違いなこと言ってんだ。てめえそんな立場じゃねえだろ。この一言で思ったのよ。ああ。店長と彼女は浮気してるな。と。浮気、だと？今一度声を大にしてお伝えするが、メイドにとって一致はただの客であり、互いに好意を持っているというのは一致の都合の良い解釈でしかない。まあ、さすがに浮気は言い過ぎだとは思う。正直な話俺と彼女はまだ正式に付き合ってるわけじゃないしな。それに彼女だって身持ちが固い清楚な女だ。おそらく店長の一方的な片思いだろう。もしくは俺と店長は同じように彼女を狙ってるのだろうと。もうダメだこいつ。で、俺が店長に押さえつけられてる間に彼女は足早で帰ったわけよ。なんだか悲しかったね。あんなに思い合ってたのに、あそこまで冷たく俺を見限れるかと。すごく悲しかったし怒りも湧いた。で、その日は店長を振りほどいて家に帰ったのよ。家帰ってから今後の彼女の付き合いというか接し方を考えたわけよ。出入り禁止になったし、今までみたいに気軽に通えないなと。出待ちをしたらまた嫉妬店長が出てくるなと冷静に分析したんよ。で、結論としては彼女の家に行こうと思ったわけよ。なんつうか思春期の時に好きな子の家に無言電話をかけたり夜中に家を見張ったりするじゃん。あのノリで一回初心に帰ろうと思って、火曜の夜から彼女が家にいる時間に彼女の家の前で彼女を見守ってたのよ。もうここまで来ると金じゃない心の問題だろ。俺は誠意を見せようと毎晩毎晩彼女の家の前で彼女を見守ってたのよ。もちろん出てきてくれたらデートの約束をするつもりでさ。いやすげえ、一両たりとも同意できねえ。童貞こじらせるとこうなちゃうんだな。ストーカー爆誕の瞬間である。これまでの言動も十分危うかったが、一致はついに自宅への付きまといという完全にアウトなストーカー行為に及んでしまった。ちなみにストーカーに多く見られる特徴は、嫉妬深い、恋愛経験が乏しい、自己愛が強い、思い込みが激しいらしく、一致は見事にコンプリートしている。で、見張り生活から3日経ったのかな？要するに昨日の話なんだけど、ちょうど夜中の1時頃かな？なぜだか警察が来てさ、それもパトカーで、それで警官が降りてきて俺に言うのよ。ここら辺で不審者の通報がありましてね、ちょっと様子を見に来たんですわ。へえ、でも一人もここは通りませんでしたよ。とりあえず、免許証とか身分証明書持ってる？どうやら変な勘違いした近隣住民が、俺を不審人物として通報したらしいんだ。勘違いしてねえよ。まあ、むしろよく5年間通報されなかったもんだとも言えるな。もうここからは俺と警察の絶戦よ。というよりも議論が平行線なわけなんだよな。相思相愛の彼女を見守ってるだけだ。彼女も迷惑してる、やめなさい。どこにそんな証拠が？ここで警察口ごもる。完全に思い込みで、犯人ありきの職質をやるわけよ。でもしつこく。警察は帰らないし、ヤジ馬は出るし、マジで大迷惑。彼女が起きたらどうするんだと。で、最後には、被害者が被害届を出したら君ストーカーで逮捕されるよ。とか言い出すわけ。わけわかめ。その後も、ぐだぐだとおためごかしな説教をひたすら繰り返して、俺を彼女から引き剥がそうとするわけよ。で、こんなに大騒ぎになったら彼女に迷惑がかかるじゃん。だから大人な俺は一回引き下がって家に帰ったわけよ。ここで昨日までの話はおしまい。で、もう一度メイド喫茶に行くにはどうしたらいいかな？お前らの知恵を借りたい。多分次メイドに会えるのは法廷だよ。まずここまでの話の論点。1、俺とメイドとの間には500万という大きなつながりがある。2、俺とメイドの間には嫉妬に狂った店長がいる。3、メイドの態度がひどく俺としては何か対策を考えねばならない。4、見守り隊は警察権力と近所の気違いババアのせいで解散しないといけない。5、
ここで相談だ。次に俺が取る手は何なんだろう？なぜそこでメイドから店長に話すように言わない？そこで問題なのがメイドとの接点が今のところ断たれているんだ。メアドが変わっててな。まだメアド変更メールが来ない。電話も出ないしどうしたもんか困ってる。もう、いいだろ。嫌われてるって認めてくれよ。そこだけは認められないんだよ。そこを認めたら怒りでどうにかなりそう。てかそんなネガティブなことを言うなよ。つか、メールも電話もダメなら手紙しかなくね。彼女の家知ってるならポストにそのまま投函できるじゃん。手紙か。いいなぁ。それ言ってみるわ。直接投函なら、現金を封筒に入れても大丈夫だよな。待て。なぜ金を入れる？都合の悪い意見全部スルー。これは本物かもしれん。最初のスレ見た時は決めえしねと思ってたけど、なんかここまで来ると逆にかわいそうな気がしてきた。とりあえず現金と土下座はもうやめた方がいい。メイドに拒絶されたという現実を受け入れられず、狂気じみた暴走を続けるイッチ。その後披露されたメイドへの愛憎が入り混じった手紙の内容に、スレミンは戦慄した。文面考えた。こんばんは。今日も綺麗ですね、まるまるちゃん。僕はこの間の事件、事件というよりも店長の傷害事件の間もあなたを見守っていました。毎晩毎晩愛する気持ちを込めてあなたを見守っていました。あなたは僕を愛してくれてるでしょうか？この間の僕が暴行されてる間あなたは僕を無視して帰りましたね。この件については僕は非常に憤りを感じています。でも僕はあなたを愛しています。それは500万あなたにかけても惜しくないほどの愛です。あなたは僕を愛していますか？だとしたらこの間、先に帰った件を謝ってほしいです。いくら温厚な僕でもあれはやりすぎです。今は障害があって見守ることはできないけど、あなたのことはいつでも見守っています。どうかあなたの気持ちを手紙に書いて送ってください。PS。メアド変更メールがまだ僕には届いてません。送ってください。恐ろしすぎてこっちも釣りだと信じ込まないとレスできねえ。釣りであってほしいを通り越して、釣りじゃないとヤバいレベルだからな。さっきの手紙はちょっと厳しかったね。ごめんね。ちょっと言い過ぎたかな？と思っています。まるまるちゃんが僕を愛してくれてる気持ちを疑ったつもりはありません。僕はただあの暴行の時になぜあんなによそよそしかったのか、まるまるちゃんの本心が知りたくて仕方なくてあんな手紙になってしまいました。最近のまるまるちゃんはちょっと変です。僕とのデートを拒否したり、メールのアドレスを勝手に変えたり、実際僕らの関係は旗から見たらどう映るでしょう？恋人でしょうか？ただのメイドと客でしょうか？それとも友達なんでしょうか？そんな余談を他人に挟ませるような関係は健全とは言えません。〇〇ちゃんを愛してるから言うのです。以前の〇〇ちゃんに戻ってください。僕はいつまでもいつまでも変わらずに〇〇ちゃんを愛しています。PS、返事は〇〇ちゃんのポストの投函するだけで結構です。僕が取りに行きます。取りに行くな。さて、冷静になったところで質問があるんだが良いか？なんだ？言ってみ。正直な話、お前ら彼女が俺のことを愛してると思うか？それとも嫌ってると思うか？正直に答えてほしい。できたら理由も添えて。まあ普通に考えて愛してないだろうな。もう自分でわかってるんでしょ？もうメイドを好きすぎて全部の出来事をプラスに考えてるし、お前には冷静になることも客観視もできないだろうけど、世間の大人100人に聞いたら、9割以上が、嫌われている、と答えると思う。それくらいの温度差がある。そうか。わかった。もう関係を清算しに行く。変な危ない意味じゃないぞ。それじゃな。今まで付き合ってくれてありがとう。おい、待て早まるな。頼む。釣りだと。一言釣りだと言ってくれ。メイド逃げてー。不穏な言葉を言い残し、スレを去ったイッチ。スレ全体がイッチが過激な行動に出るのではないかという、不吉な予感に包まれ、メイドの無事を祈った。だが2週間以上が経過したある日、目を疑うスレ隊と共にイッチが再登場する。500万投資したメイドとよりを戻したけど質問ある？よくあそこからより戻せたな。愛だな。マジで愛。俺の精神誠意の愛が伝わった。おいおい、まさから切って監禁してより戻したとか言ってるんじゃねえべな。まあ、端的に言うとだな。前メイド喫茶から出禁を食らったよな。あの店長を懐柔した。そして店長からメアドをもらってメール交換も再開。しかも今やドライブデートも復活だわ。店長にいくら渡した？それとも脅したのか？5万ほど渡した。メアドを教えてもらう時も5万ほど渡した。それただ単に金で店長黙らせた。店長からメイドに仕事だから我慢してって言っただけじゃん。
そのうち我慢しきれなくなったメイドが仕事辞めて終わりだな。店を辞めても大丈夫。自宅も押さえてあるし、もし辞めたら毎日通ってあげるって約束してあげた。怖い、メイドさん遠くへ逃げて。ところで口座の残額いくらになりました？あれからパソコンをプレゼントしたから20万ほど減った。もうダメだこいつ。一致は恋人っぽいこと何かしたの？ドライブデートだけ？ここが大発表だ。なんと手を繋いだんだ。まさしく恋人だろ。お前らもこれで ATM だのなんだの言えないだろ。手を繋いだら恋人って中学生か、あんたは。なんか嫉妬がひでえな。俺の恋愛が順調だからって嫉妬すんなよ。むしろ俺から学べよ。何を学べと言うんだよ。正しいストーカーのやり方か。店長を買収し、強力な後ろ盾を得た一致は有頂天である。2週間前絶望していた一致はどこへやら。一体この期間に何が起こったというのか。どんな経緯で今に至ったか簡単に頼む。号泣、冷静になる。よく考えたら彼女が僕を嫌ってるとは限らない。自宅に突撃。メイドちゃんと談話。若い、出待ち。メイドちゃんと談話の部分を詳しく。自宅に押しかけたんだが、ベルを押しても出てくれないし、電話は番号変わってるしで連絡が取れない。道路から大声を出しても無反応。仕方がないから、直接ドアを叩いたのよ。夜中なんでやめてください。この時メイドちゃんはなんか憔悴してたね。そこで俺は半泣きで言ったよ。俺のこと嫌いか？俺のこと嫌いになったか？そこにもいつもの紳士な俺はいなかったね。単なる男だった。嫌いじゃないです。嫌いじゃないですから、またお店で話しましょう。今日は夜中だからまた落ち着いて話しましょう。メイドちゃんも俺との関係に必死だったんだ。声から目から態度から相手の真剣さが伝わってきた。そして後日で直したら嫉妬店長の妨害を受けたわけだが、それはまた別のお話。嫌いじゃないです。嫌いじゃないですから。嫌いだと言ったら何をされるかわからない。またお店で話しましょう。今日は夜中だからまた落ち着いて話しましょう。とりあえずこの場は帰ってもらわないと。通報までしたストーカーから手紙が届いて、警察ではダメだと追い詰められていたのだろう。そんな嫌ってるやつとメールするか？手をつなぐか？結婚の話するか？ドライブデートするか？いい加減現実を認めろよ。嫉妬が見苦しいぞ。もういいじゃないか。一致が搾取されることで幸せを感じてんなら。ただ、一致は結婚できなくてもメイドを恨まないでほしいな。いや、もう結婚の話だってしてるよ。まさかこの段階に至って結婚しないとかありえないからな。一致はメイドと結婚の話も出ていると主張し、誇らしげにメールのやり取りを披露した。こんばんは、もうお風呂上がったところかな？いつもだいたいこのぐらいの時間に入るよね。最近、僕は思うんだけど、僕はメイドちゃんのことを何でも知ってるけど、メイドちゃんは僕のことをあんまり知らないよね。僕がいつお風呂に入るか、いつ寝るのか、寝巻きは何なのか、とか。だから僕はメイドちゃんに僕の情報を発信したいと思います。今僕が一番したいこと。それはメイドちゃんとの DDL デートでもなく、メイドちゃんとのキスでもなく、メイドちゃんとの結婚です。好きだよ、ハート。返信。わあ、長いメールありがとうございます。僕さんのことはもっと知りたいです。また教えてくださいね。私も結婚考えてます。僕さんとの結婚もすごい考えちゃいます。恥ずかしいな、ハート。こんな感じだな。愛し合ってるだろ？鳥肌立った。はいはいはい。皆さん、これで僕とメイドの愛が本物だと理解できましたね。皆さんがVIPで人を貶めてる間に僕は現実世界でちゃんと障害の伴侶を見つけました。こういう人生の先輩から何か得るものはあると思います。買い物デートってどこ行ったの？あと手はどんな風に繋いだの？大型電気量販店だな。パソコンを見繕って欲しいって言うから一緒に行ったんだよ。ではその時に道すがら繋いだ。お前らがもしこのメイドの立場だったら一気との今後どう付き合ってく？有金全部巻き上げて、店に来れないようにしてから引っ越しする。なおこの買い物デートにて、20万円のパソコンを貢いだ模様。メイドは店長も警察も当てにできないと腹をくくり、一気の機嫌を取りつつ遠くへ逃げるチャンスを探っているのではないだろうか。そんなスレミンたちの懸念をよそに、脳内お花畑状態な一致の独りよがりなメールは止まらない。嫉妬がひでえ、嫉妬がひでえ。お前らいい加減にしろよ。明日はメイドちゃんシフト休みだよね。僕も有給取ったからデートしない？どこに行きたい？俺は遊園地なんかいい思うんだけどどうかな？もしよかったら明日迎えに行くね。
デートですか。いいですね。私も遊園地が良いと思います。でも実は私その日は別の用事があって。すみません。また誘ってくれますか？ごめんなさい。いいよ、いいよ。どこに行くの？俺もついていくよ。何時に出る？メイドちゃんの家に迎えに行ってあげる。いいですよ、いいですよ。大した用でもないんで車出してもらうのは悪いです。いつも優しくしてくれてありがとうございます。またデート誘ってくださいね。大したことないよ、俺とのデート。引っ越しするんじゃね？それだ。明日はやっぱり迎えに行きます。車を出すので遠慮せずに安心してください。ところで少し確認したいんだけど、俺のこと愛してるよね？俺はメイドちゃんのこと愛してるよ。本当に車はいいですよ。いつもいつも迷惑ばっかりかけてるし、本当に気を使わないでください、ハート。私も俺さんのことはとても大事に思ってますよ。なんか恥ずかしいなぁ。てれ。大事、かっこ乗客にとは返してくれてても、愛してるとは返してくれてないのな。まあまあ、車はいいよ。安心して。何時に迎えに行けばいいかな？ 8 時くらいかな？あと大事に思ってくれてありがとう。また何かプレゼントしてあげるね。何時っていうか、まだ予定も決まってなくて、汗、お約束できない状態です、下げ。ごめんなさい。なんか私わがままばっかりですね。かわいい。その一言に尽きるわな。俺、そっかメイドちゃんも忙しいものね。また時間が決まったら連絡してください。当日の朝でもいいから待機しとくね、彼女。はい。もし連絡がなかったらそのまま無視しててください。〇〇さんは本当に優しいですね。これが俺たちのメール、いわば愛の遍歴。同程度もが嫉妬で狂いそうなのはわかるが、決定的な愛の証拠が見せられてグーの根も出まい。なんかゾワッとした。女も怖いだろうな。一致の提案を遠回しにだが、全部断ってることに気づけ。これほど釣りであってほしいと願うこともそうない。メイドにはうまくフェードアウトしてもらうことを祈るばかりである。メイドの感情を無視し、都合の良い解釈でひたすらに自分の欲求を押し付ける一致。メイドの様子から姿をくらます気配を感じ取ったスレミンたちは、メイドが無事に逃げ切れるよう神に祈った。だがその後、浮かれていた一致の投稿がパタリと途絶え、翌日になっても一致がスレに現れることはなかった。一致はやっぱりメイド家前に張ってるんだろうか。今日になってこれだけ一致の書き込みがないということは、本当に犯罪に走っていたら怖いな。おいなんで一致来ないんだよ、何してんだよ、怖えよ。来ないでと言われたら行かない。やめてと言われたらしない。通報されたら会わない。この三つができるだけで、あなたの人生は大きく変わったでしょうね。エースはもう来ないかな？大変なことになってなきゃいいけど。その後一致がスレに戻ることはなく、ニュースでストーカー関連の事件が報じられるたび、言い知れぬ不安感がスレミンを襲った。このスレが一致による壮大な釣りで、孤独をこじらせたよそじ男性も、ストーカーに怯えるメイドも、どうか全てが嘘であってほしい。ストーカーによる痛ましい事件がこれ以上起こらないよう祈るばかりだ。万が一あなたがストーカー被害に遭った場合は決して一人で悩まず、できる限り早く弁護士や警察など専門家に相談しよう。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画の感想や似たような経験談があれば、コメント欄でぜひ教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。